こんにちは、有馬薫です。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今日の心を解放するカウンセリングは夢の意味についてお話をさせていただきます。夢っていうのは目標とかの夢ではなくて、夜寝ている時に見る夢ですね。朝方とか、起きるちょっと前ぐらいに、夢を見た時は結構覚えてたりするあの夢です。で、夢の意味っていうのを皆さんも一度は考えられたことがあるんじゃないかなと思いますね。特に女性の方は夢占いとかね、夢診断とかそういうのを一時期はちょっとハマっちゃった時があるかもしれません。で、私も一時期夢占いをハマってずっと毎日、覚えている限り、この夢はどういう意味だろうとか、そういうサイトとかもありますよね。本とか買ったりで、よく分析をしていました、自分で。で、私一時期ですね、すごく見る夢があったんですよ。で、どんな夢かというと、よくね、バスとか電車に乗り遅れたり、家で支度をしていて、もう時計がですね、もうカチ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 となって、ああ間に合わない間に合わない間に合わない、で、学校に遅れそうになってる夢とかね、もちろんだいぶ大人になってからですよ、とか仕事に間に合わないとか、なんかいろんなそういう間に合わないっていう夢をずっと続けて見てた時がありました。で、その後に今度はライオン、必ずライオンなんですね、これが。虎も出てきましたかね、虎だったかもしれません。虎にずっと追っかけられて、で、高いところに私登って、天井の近くまで登って、下からライオンが、ごめんなさい、その虎がね、登ってこようって、しかも何頭もいるんですよ。何頭も下で待ち構えてて、落ちたらどうしよう、食べられるとかって思って、すごくもうね、怖くて死ぬんじゃないか、食べられて死ぬんじゃないかって、その夢の中ですごく恐怖を感じてたんですよね。で、起きても怖くてたまらないんですよね、まだね。あ、夢か、よかったとは思うんですけど、怖いんですよ。で、また何日かすると同じように、その夢を見るんですね。で、虎がわーって突然やってきて、人混みの中で目の前の人を食べちゃうんですよね。怖くて逃げてで、また高いところに登るんですけどね。なんかそれをね、しょっちゅう見てた時期がありました。で、なんでかなってやっぱり思って調べると、やっぱりすごくこう切羽詰まってるっていうか、焦ってるんですよね。早くしなきゃいけないとか、何かにずっと追われている、実際追われてはなかったんですけど、追われているような自分がね、そういう追われているっていうような感じがずっとしてたんですよね。もう急がなきゃ急がなきゃって、そういう時にそういった虎に追っかけられたりとか、あとはその遅刻しそうになる夢とかをずっと、もうね、毎日のように見てた時期がありました。なんか眠りも浅いですよね。そういう時もありましたし、あとはもう環境によってね、いろいろ夢の内容が変わるんですけども、すごく私やっぱり、ね、人を恨んでた時期があるんですよね。で、その時すごい自分の中で怒りとか恨みとかが大きかった時期に、目の前っていうか、もうその相手ですよね、その大嫌いな相手に対して、もう今まで抑えてて言えなかったことを機関銃のようにね、こんなこと普通言わないよなっていうようなことをすごい言ってたんですよね。で、言っても相手も反論してくるんですよね、結局。だからすっきりしないまま、それをね、しばらくずっと続いてて、言っては相手が反論して、またムカついてっていう感じで続いて、最後にやっとその人が謝ったんですよ夢の中で。
絶対実際だったら謝るはずがない相手が、なんか渋々だったんですけど謝ってくれたんですよね。でそれでなんか気が済んだのか、そっからその夢を見なくなりました。だからよっぽどね、私は恨んでたんだろうなっていうふうに思います。まあストレスがそうですね、溜まってる時期もなんか普段言わないようなことを人に言ったりする夢は見てましたね。見てました。だからやっぱりこの現実と現実の中で抑圧されている部分がもう吐き口がないから、多分夢の中でやっちゃうんですよね、おそらく。で一回ですね、まあ私が悪かったんだと思うんですけど、相手がすごく勘違いをして、人を怒らせちゃったことがあるんですよ。ですごいやっぱその人怒ってたようで、で怒ってるってことも言ってこないんですけど、こう人づてにね、あの人すごい怒ってたよっていうのを聞いて、もうすごく心が痛んで、もう一日中ずっと毎日それを悩んでた時期があったんですね。いやもうなんか許してほしいなとか、メールとかで謝ったりとかもしてたんですけど、返事もなく、でそれがねもう何ヶ月も続いて、でもなんかやっぱ気になるんですよね、怒らせてしまってっていう。だから夢にやっぱりそういうのが出てきて、一生懸命私謝ってるんですよ、その人に、その夢を見るたびに。でも相手は許してくれないんですね。でそういうのがずっと何ヶ月も続いて、である時にすごくにこやかだったんですね、相手の人が。で本当に心からね、その時は謝ったんですよ。もう許してもらいたいとかそういうんじゃなくて、本当にごめんなさいっていう気持ちで謝ったら、相手とねハグをし合って、それでその人の気持ちがすごく伝わってきたんですよ。もう許すよっていう、大丈夫よっていう。で私もね、もう本当ごめんねって感じでハグをし合って、夢の中ですよ、夢の中でね。で気持ちがね、もうすごく和んだんですよね。もうなんか肩の荷が下りたというか、あーよかった、やっと許してもらえたって いう思いで、もう何日かその夢を見た後に偶然、まあその人に会ったんですよ。それまではもう一切連絡もね、取ってくれない人だったんですけど、で会ったら最初から全然怒ってないんですよね。ものすごくね、微笑んでくれて、すごいにこやかで私の方に接してくれて、で何事もなかったかのように普通に会話をして、それからしばらく何回か会ったりとかね、仲良くね、でき仲良くこう仲直りをしたんですけども、ああすごいなと思ったんですよね。もう夢の中で解決したことって現実でも解決してるんですよ。で本当にこれってすごいなって思ったんですね。でそのさっきの虎のお話も夢もそうなんですけど、それをやっぱりそれはね、現実の方が先だったと思うんですね。現実でも自分で自分を追い詰めなくしたんですよね。もう焦らなく、追い詰められている感じを、自分の内面を変えた時にその夢をパッタリ見なくなったんですよ。だからね、本当にね、現実を変えれば夢が変わるし、夢の中で解決すれば現実でも解決するっていう風に、もう本当に密接につながってるから、私これはねすごい不思議なんですけどね。でもやっぱり夢の中でね、言いたいことを言ってる、言えなかったことを言ってるとかも、ストレス発散の意味もあると思うんですけどね。やっぱこれはすごい連結だから、どっちも多分本当なんだと思うんですよ。現実の世界も本当だし、夢の中の世界も本当っていうことで同じだと思うんですね。意識してるかしてないかだけで。だから夢ってね、すごい面白いなと思って、しばらくそうやって夢占いとかね、夢分析とかやってたんですけど、もうここ数年はそういうのも何もしてないんですけど、なんかふっと夢っていうので思い出して、ああまたね、その覚えてる限りは夢分析をしてみようかななんてちょっと思ったんですね。だから皆さんも
覚えてる範囲で、あのこれどういう意味かなと思ったら、今あのいろいろもう本当スマホとかパソコンとかで夢占いとかしたらもうパーッと出てきますから、そのキーワードとかあの入れてみるといいんですね。例えば虎だったら虎とかね追いかけられるとか、すごい攻撃してるとかね、手がいっぱい出てきたら手とかね入れてみたら、あの意味っていうのが出てくるので、ああそういう意味なのかとか、あの面白いですよすごく。だから久しぶりにちょっとまたね、最近はただね私はあんまり夢を覚えてないんですよ。あの起きても夢見たっていう、なんか見たんだろうけど覚えてないですね。でも昔はその時期はね、虎に追っかけられたりとかその仲直りしたい人がいた時とかはもうずっとやっぱ夢はっきり覚えてたんですよね。だからそういう診断とかして、なんか最近そんなに気になることがないのかもしれませんよね。でそういう時はまあ何もないんでしょうけど、ちょっとね、あ今日はこんな夢を見たとかいうのを覚えてたら、ぜひそういうのでね検索をして見てみられると面白いんじゃないかなと思います。ということですね。はい、以上です。今回もご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、で今ですね、あの7本の動画をプレゼントしてますので、もしよかったらあのこれを見ると、悩み、自分がどういうことで悩んでて、あこういうことが原因で、今自分にねこういう影響があるんだとかね、本当分かりやすく、あの動画なので、あの細かい文字をねいっぱい読む必要もありませんので、私がこうやってこうお話ししてる分ですね、15分から20分ぐらいのを毎日1本ずつお届けします。あの全部無料なので、あのよかったら、ご登録するだけですので、そちらの方下の方にね、あのお申し込みがありますので、そちらからご登録をください。はい、最後までありがとうございました。有馬薫でした。それではまた。